ドジャースの大谷翔平投手29が24日、日本時間25日、敵地でのナショナルズ戦前に昨年9月の右ひじ手術54度目となるキャッチボールを行った。大谷は3月25日に術後初めてキャッチボールを行って以降、中1日や中2日でキャッチボールを継続。この日も順調な回復ぶりを見せた。さらにキャッチボールの後、そのままレフトの位置に残り、 打球歩ベッツやテイラーのフリー打撃の打球を追って守備もこなし、6つのゴロと1つのフライを処理した。ロバーツ監督は先日、右肘のリハビリが順調なら、今季終盤に外野手としての起用を示唆しているが、具体的な守備位置は。という本紙の取材に対して、現時点では遠い将来の話。今、彼は投球リハビリのプログラムに参加している。9月になったら、 様子を見るることになる潜在的には間違いなく左翼手としての起用になる。まだまだ先は長い。現時点ではまだそれが起こる可能性は低い。と語っていた。